日本不動機、かやがさ、山本周五郎、一。私の主は今度堺様の大馬脇に出世したそうですよ。厚い大きな唇が素晴らしく早く動いて、調子の狂った楽器のような、ひどく枯れた声が止めどもなくほとばしり出た。大馬脇といえば武士なら本陣の旗本ですからね、足軽としてはこれより名誉なことはありませんよ。 何しろ酒井様から直にお声をかけていただけるんですから、その刀を取れとか靴を持てとか、そういったようにね、それからまた渋滞を下がらせろ、なんという命令を伝えにも行きます。そういう時は酒井様のお口真似だから、渋滞のお旗が白に向かっても渋滞下がれと怒鳴りつけるんですよ。渋滞下がれ、普段ならそんな口を聞けばそれこそお咎めものでしょう。 けれども、お口真似なんだから誰も何とも言うわけにはいかないんですとさ。だってそういう軍令はお使い版という役があって、お蕎麦の武士が務めるのだと聞いていますよ。これもなかなか負けていない気質らしい、前の女をしのぐ絶望でやり込めにかかった。黒字師範の布に、死、と書いた差し物を持つのが徳川様お旗本の使い版の決まりです。 その他のものがどうしたって軍令を伝えることはできません。それはもう確かなことですよ。それはご本人のことでしょう。さきの女は平然とやり返した。ご本人はその通りですよ。それは私も知っていますさ。けれどもおきかの大将型の陣にはお使い版なんかありません。そんな役があるものですか。大将がみんなでそんなことをしたら。 戦場がお使い版だらけでごちゃごちゃになってしまうじゃありませんか。そんなことは決してありませんよ。とうとう海の国浜松城の外ぐるわに、お縄小屋といって軍用の縄やむしろを作る仕事場がある、板敷きのうち広げた建物で、今しも老若子五十人の女たちがわらくずにまみれて仕事をしていた。かの女たちは、お手の物、と言われて、 徳川家康に直属する軍兵の家族だった、同じ足軽でも諸将に属するものと。お手の物、では格が違い、彼らは車内ちの長屋に住んで、武具の手入れをしたり、軍用の造具を作ったり、また戦時には構想される将兵の世話をするとか、両末の補給を助けるなど、いろいろの役割の中心になって働くのである。 その時徳川家康は織田信長の軍と合体して、三河の国流しの城を攻めていた、つまり浜松は留守城である。父を、夫を、孔、兄弟を、かの女たちは皆それぞれ戦場に送っている。仕事をしながらの話も、自然合戦のことか、戦場にある夫や兄弟の自慢などが多い。そして身分の軽いだけ言うことに遠慮がなく、 自慢するにも威張るにも思う通りズバズバというので賑やかなことも一層そうだった。一番騒がしい女房たちとは別に、年頃の娘だけ10人ばかりたかる仲間があった。ここでもむしろを編みながら、女房たちほど打ちつけにではないが、言い,い名ずけのこと兄弟のこと父のことなど、つつましさの中に娘らしい憧れや夢を交えて語り合っていた。 アキツはその仲間の端の方で、いつも黙って仕事をしている三人の娘の一人だった。この三人は性質の極めて温順な上に、境遇や身の上のよく似た娘たちで、17歳になる花代はつい先頃母に死なれていたし、18歳のシンは小さいテ迷が多く、非常に貧しい暮らしをしている。そしてアキツ自身はみなしごであった。母には幼い頃に死別し、父は4年前、 アキツが16の年に病気で亡くなった、亡くなる前に。たとえ足軽でも侍の端くれだ、戦場で打ち死にをするなら本望だが、病気で死ぬとはいかにも口惜し、い、せめてお前が男だったら、俺の代わりにご暴行をしてもらうのだが。そう言って涙をこぼしたことを、アキツは今でも忘れることができない。父に死なれてからは、桃園にあたる大助七郎という、やはり、 お手の物、お勤める足軽の家に引き取られて育った。もう十九にもなり、気量も悪くはないのだが、そういう身の上なので縁談も遠く、こうして人中へ出ても自分から肩をすぼめるような感じで、いつもひっそりといるかいないかわからないような娘だった。この三人だけは人々の雑談にも加わらず、黙って仕事をしているのが例だったけれど、 その日は花代と新都が妙にウキウキした様子で、低い声ながらしきりに囁き合ったり、肩をすくめて忍び笑いをしたりしていた。それが本当ならお祝いをしなくてはね、新がそう言って秋津に振り返った。ねえ秋津様、花代様のお兄上が今度足軽小頭にご出世をなすったのですって、三河から昨日お便りがあったのだそうですよ。まあそれは、それはおめでとうございますこと。 あら、お祝いをしなければならないのは神様ですよ。花よは急いで言いかぶせた。ん様はねえ、秋津様。今度沢倉孫兵衛様とご縁談がまとまったのですと、私母から聞きましたの。じ、あらいけませんは花代様。ンはパッと赤くなった。お祝いなんてまるで違います。沢倉様は今三河の大戦にいらしっているのですもの。縁談が決まったにしても、 めでたくごが偉人なさるかどうかわかりませんし、私喜んでいただくような気持ちではございませんわ。そんなことおっしゃって、ではもしうちじにでもなすったら、縁談はおやめになさるおつもりですの。いいえとんでもない、シーンはきっと面をあげた。縁談が決まったからは私もう沢倉家の嫁ですわ、もしうちじにを遊ばすようでしたら私すぐ沢倉家へ参ります。 そして一生そこで9個に仕えて暮らしますわ。それではもうお嫁入り遊ばしたも同じではございませんか。やっぱりお祝い申し上げるのが本当ですわ、ねえ、アキツ様。祝っていただくのはともかく、都心は浮き立つ気持ちを抑えるように、大層しんみりとした調子で言った。あなたのお兄上も、沢倉様も、今三河の国で一緒に戦っておいでなさるのね。 今ここにいる方たちみんなの父や兄弟やお子たちが、矢玉を浴びて命を的に戦っておいでなさる。私そう考えると、本当に自分が今こそ生きているように思えますの、私の夫になる方は今ご馬前で戦っています。そういうことのできる幸せを身にしみて感じますわ。私にもそのお気持ちはよくわかりますわ。秋津が打ち返すように。 私も今同じように考えているところですの、本当にそう思えることは幸せですのね。どうしてそんな言い方をしたのか、自分でもまるでわからなかった、これまで愛意にて恵まれない境遇にいた三人のうち、二人がそのように幸福に温ためられている、それに対する妬み心だろうか。自分一人取り残されたくないという強がりだろうか。 確かにその二つの気持ちもあった。けれど、夫になる方が今ご馬前で戦っている。それを思うと今こそ生きがいを感じる。そういった真の言葉が最も強く飽きつを打ったのである。亡き父が臨重に言った。たとえ足軽でも戦場で打ち死にができれば本望だ。病気で死ぬとはいかにも口惜しい。お前が男であってくれたら、俺の代わりにご暴行をしてもらうのだが、 遺言とも言うべきその一言が、真の言葉と一緒に、秋津の心を激しく打ったのだ。いいえ、私だって。そういう気持ちが込み上げてきて深い考えもなく思わぬことを口にしてしまった。全く思わぬことだったのである。言ってしまってからいけないと口を塞ぎたい気持ちだったが、真と花世がすぐに声を上げた。まあ、それは、秋津様、あなたにもそういう方が終わりでしたの。 まあひどい方、私たちにまで内緒にしていらっしゃるなんてあんまりですわ、鼻弱は向きになって膝を寄せた。そうわかったら伺わずにはおけません。おっしゃいますよ、あちらの方はどなたですの。そうよ、ぜひ伺わせていただかなくては、と心も覗き込んだ。もうお隠しになってもいけません。あちらの方はなんとおっしゃいますの、誰にも申しませんから伺わせて。ねえ。 でもと言いながら秋津は身が震えた。何も言うな、黙っていよう。懸命にそう自分を抑えたが、どうしようもない力に引きずられる感じで震えながら。本当にあなた方だけですのよ、と言ってしまった。ええ大丈夫ですよ、決して人には申しませんわ。ですから聞かせてくださいまし、それはどなたですの。吉村、吉村大三郎様ですの。 まあ、吉村の王様、花代がびっくりしたように目を見張った。あの暴れ者の大三郎様ですの。まあ、花代様失礼な、死因は軽く睨みながら。ぶしつけなことをおっしゃるものではありませんよ。それはお酒も上がるし暴れ者という評判ですけれど、大様はお先手の足軽小頭で、ご人品もあの通りお立派ではありませんか。秋津様とはきっとお似合いの夫婦におなりですよ。 私だってそれはそう存じますわ。ただあの方はその他にも女嫌いだなんて噂もありましたでしょう。それで思いがけなかっただけですわ。おめでとうアキツ様。ありがとう。アキツはおろおろした声で辛くもそう答えた。でもどうぞ内省にね、打ち明けて申し上げると、大三郎様がそうお約束してくださっただけで、まだ表向きにはなっていないのですから。 本当にお二人だけの内証にしてくださいましね。ええ、大丈夫。決して人には言わない。そういう二人の誓いを聞きながら、秋津はなお体が震えるのを止めかねていた。三吉村大三郎の名を挙げたのは苦し紛れだったが、それでも秋津としてはわずかに選択がなくはなかった。大三郎はやはり、お手の物、に属し 27歳で本陣先手組の足軽子頭を務めている。酒飲みで酔うと暴れ出し、平成でも傍若武人の行いが多い、戦場での戦いぶりも目覚ましく、僧帽も抜きんでていながら27という年まで独り身でいるのは、そういう性質が娘の親たちをためらわすからであろう。彼自身もまた公然と、女は嫌いだと言い切って、 たとえ親たちの勧める縁談があっても、耳も貸さずに押し通してきた。あの方なら、きつは夢中のようにそう思った。大三郎ならきっとまだ婚約の人などはないに違いない、苦し紛れではあったがそれだけの思案はつけていたのである。三河からお便りがありまして、二人に顔が合うとよくそう言われた。近いうちに五ニ田が行くそうですから、あなたからもお分をおあげにならなければね。 ぜひそうなさいまし、私も沢倉様へはゴニダの旅に差し上げますの、だってそれが留守の者の,の務めですから。ええそういたしますは、秋津はうつむきながら答える。でもどうぞこのことは内省になすってね、知れたら本当に困るのですから、きっとお約束しましてよ。そしてそういう旅に、決まってブルブルと恐ろしいほど身が震えるのだった。 長篠城の合戦が味方の対象に終わって、その知らせが浜松へ着いたのは、天正3年5月24日のことであった。留守城は喜びのために土読み上がり、城下町の隅々まで、活気のある賑わいに湧き立った。その最中のことである。町まで買い物に出た秋津が、お堀を回って外車の長屋へ帰ろうとすると、 炎症倉の下のところで見慣れない老婦人に呼び止められた。あなたは大助七郎殿にいらっしゃる秋津さんという方ではございませんかはい、秋津は老婦人を見た。私秋津でございますが。そうだと思いました。夫人は微笑ましながら頷いた。あなたに少しお話がありましてね、家まで来ていただきたいのだけれど、今お使いのお帰りですかはい。 これから帰りませんければ。ではこういたしましょう。お帰りになったらお家へは良いようにおっしゃって、ちょっとの間でよろしいから山で来てください。うちでお話申したいことがありますから。あなた様は、と秋津は買い物の方を抱きしめた。どなた様でいらっしゃいますか吉村大三郎の母です。老婦人は静かに見返しながら言った。ではお待ちしていますよ。 そして返事は待たずに去っていった。そうだ、吉村様のお母上だった。時々お見かけして覚えのあるはずだのに、そう思って後ろ姿を見送った秋津は、やがて愕然と青くなった。待っていますよ、そういった老婦人の声が、まるで何か突き刺されでもしたように鋭く、まざまざと耳の奥に蘇ってきたのだ。秋津は心も空に長屋へ帰った。 太田の家にはまだ幼い次女が三人いる。みんな飽きつによく懐いて、家にいると三人ともそばから離れない。今も帰ってきた空き巣を見ると、彼らはわっと叫びながらまつわりついてきた。けれど彼女は放心したもののように。後で、後でね、と言いながらその手をすり抜け、妻女に買い物を渡すとそのまま、自分の部屋へ閉じこもった。自分の部屋と言っても足軽長屋のことで、 わずかに手足を伸ばして沈まられるだけの、六六日の光も差さず、薄暗くて狭い、そして何の道具もない光量たる日と間である。小窓の下に据えた古い机は、亡くなった母の居合の品ということで、その机によるといつも母のことを思う、悲しいこと、嬉しいこと、何かあると決まって、その机に持たれて、お母様、と口の中で呼びかけるのが癖だった。 今、秋津はその机に寄った、しかし、お母様、とは呼びかけられなかった、呼びかけても母はそれに応えてはくれないだろう、自分の巻いたトガが,が自分に帰ってきたのだから。ああ、ああと締め付けられるようにと息をつき、身もえをしたい気持ちで面を覆った。いくら考えてもダメだ、考えるだけでは解決はつかない、そこへ突き当たるまでには随分苦しんだ。 けれど突き当たってしまうと気持ちは落ち着き出した。お勝ち戦と決まれば、大三郎様もご外人であろう。いずれは知れることなのだ。今のうちに全てを打ち明けて謝罪する方が良い。お母上ならこの気持ちも分かってくださるだろう。そう決心した秋津は、家へはさりげなくいいづくろいろって、吉村の住居へと出かけていった。ああ、来てくだすったのね。 吉村の母は愛想よく迎えてくれた。さあ狭いところですが上がってください。遠慮なものは誰もいません。私一人ですから。し、吉村の母のより女は手塚ら茶を入れ、千麦を菓子に添えてもてなしてくれた。同じような狭い足軽長屋だったけれど、柱も敷板も窓ガ町も、みなつやつやとべっ色に吹き込んであり、 きちんと置かれた道具類も高価な品ではないが、大切にされてきた年月の証のように、どんな高価なものも及ばぬ深い重々しい光を叩えている。それは見ているだけでもしんと心の落ち着く感じだった。なんという羨ましいおたしなみだろう。秋津は忘れていた自分の家へでも帰ったような、ほとんど懐かしいと言いたい気持ちでそう思った。誰から聞いたかということは申さぬことにしましょう。 やがて、吉村の母はそう言い出した。けれど聞いたままにはしておけないことなので、失礼ですが来ていただきました。あなたご自身のお香を伺いがってから、太田殿へは改めて話すことにしたいと思いましてね、秋津さん。あの話は本当なのですか。いよいよその時が来た。秋津は震えてくる体を引き締め、心を落ち着けながら吉村の母を見上げた。 正直に言わなければいけない、はっきりと何もかもあった通りに言うのだ、そして許しを請うのだ、そう自分を戒めながら、静かに両手を膝の上に置いた。誠に申し訳もございません。なんとお詫び申し上げてよいやら、私、こうしておりますのもお恥ずかしゅうございます。ああ、そんなにおっしゃるな。吉村の母はどう思ってかにわかに遮った。 もうようございます。それでわかりました。あなたのそのご様子でよくわかります。こんなことが年頃のあなたにお答えできるものではない。それでたくさんですよ、アキツさん。でも私を話し申さなくてはならないと存じます。そして許すとおっしゃっていただかなくては。許すですって、より女はひたとこちらを見つめながら方縁だ。 許すどころですか、私はあなたに礼が言いたいくらいです。あのように世間では評判の悪い子でも、私にとっては身を痛めたたった一人の子です。親の欲目かもしれませんが、あれも決して心からあんな性質ではありません。私に仕えてくれるだけでも、思いやりの深い、細かいところによく気のつく子です。ただ負け嫌いなために、そういうところを人に知られるのが嫌で、 わざと荒々しく振る舞ったり粗暴を真似たりするのではないか、私はそう察しています。そしてそういう無理な癖を治すには、早く良い嫁をめとることだと考えていました。吉村の母はそこまで言うと、何か考えが込み上げてきたかのように口を閉じ、しばらく自分の膝のあたりを見守っていた。それから、どうして今そんな話をされるのか、 まだわけがわからずにいる秋津の顔を訴えるような目で見上げながら続けた。私はずいぶん人にも頼み、自分でも足を運んで、嫁になってくれる方を探してみました。でも世間の親御さん方には、大三郎がどんなにか据え遂げぬものに見えたのでしょう。とうとう今日まで思わしい縁がありませんでした。私はもう諦めかけていたのですよ。 もうこれで行く先を見取ってくれる嫁はあるまい。そう思っていました。そこへあなたの話を聞きましたの。秋津さん、私は正直に申すと信じられませんでした。大三郎が自分でどなたかに言い交わす。そんなことのできる子ではない。嘘に決まっていると思いました。でも、とより女は何か言おうとする秋津を抑えて言葉を継いだ。 でも未練があったのですね。私はそっとあなたのご様子を拝見しに行きました。お住居の近くに立ったり、それとなく人に伺いがったり、今考えると恥ずかしいようなことをいたしました。そしてこれは嘘ではないと思いましたの。こういう娘さんなら大三郎が言い交わしても不思議はない。いいえ、よくそうしておくれだったとさえ思いましたの。お待ちくださいまし、秋津はたまりかねてそう言った。 それはお考え違いでございます。それではなおさら大三郎様に申し訳のないことになりますわ。私すっかり申し上げなければ。これ以上何を伺えばよろしいの。私は嬉しいのですよ。今日ほど嬉しく楽しいことはありませんでした。秋津さん、本当に私は嬉しいのですよ。吉村の母はそう言いながら、手を上げてそっと目頭を押さえた。秋津波立然と息を呑んだ。 より女の喜びはあまりに大きい、その喜びがどんなものであるか、女同士の空き巣には手に取るほどもよくわかる。言えない、これほどの喜びを打ち壊すことはできない、少なくとも自分にはできない、そう思うのだった。一言の嘘がここまで空き巣を引きずってきた、坂道を転げる石のように、それはもうどうしようもない力でかの女を引きずってゆく。 秋津はめまいのするような気持ちで、呆然となり行きを見守るほかはなかった。5それから慌ただしい日が続いた。吉村から人を介して大田の家へ話があり、折よく長篠から外人した兵と一緒に助七郎が帰って、秋津にはほとんど相談もなく縁談が決められた。そして大三郎はなお家康本人にあり、次の合戦に残ることになっていたので、 帰るまでより女の見取りをするということに決まり、わずかな身の回りのものを持っただけで、秋津は吉村の家へと移っていった。まさしく形は移っていったというだけである、秋津自身にも。と次ぐ、という気持ちは少しもなかった。大三郎の帰るまでより女の世話をする、それがせめて物罪のあがないだと思った。けれども吉村の母は本当に目取ったつもりと見え、 火事のことも応対もすべてが嫁の扱いだった。狭い家のことだから覚えていただくほどのこともないのだけれど。そう言って、道具類のあり場所、置き所、手入れの仕方などから、近隣との付き合いのことまで手を取るように教えてくれた。その時より女はふと笑いながら、そうそう、あれを見ていただきましょうね。そう言って、何度からかやの一文字かを取り出してきた。 大三郎が自分で作ったのですよ。吉村の母はそれをき津の手に渡した。あれは畑いじりが好きで素材物を時短も作っていますが、畑仕事をするときや、お役の馬草がりなどにはこれをかむります。頭に乗せるものだから正常な心がこもっていなければ、口癖のようにそう言いましてね。一枚ずつ自分で毎年作りますの。こんなものでも手作りのせいですか。 おかしいほど大切にしていますからね。あなたもこれだけは丁寧にしてやってください。まあさようでございますか。体操を上手にお作りなさいますこと。秋津はその傘を打ち返し眺めながら、いいようもなく暖かな、ゆかしい気持ちを感じさせられた。何の気もない一概のかや傘ではあるが、ほどよく枯らした茅の清らかな色といい、 一文字にきっちりと編み上げた繕わぬ形といい、いかにも素朴ですがすがしく。頭に乗せるものだから、と言ったその人の心がよく現れているように思えた。その時カラーキツには新しい感情が目覚め出した。大三郎その人の姿は垣い見たこともない、人の噂をいろいろ耳にして、それを頼りに人柄を想像していたのである。けれどもより女の話を聞き、 そのかやかさを見てからは、大三郎という人がまるで違った風に考えられた。大酒を飲むとか粗暴だとか、傍若無人だと言われる彼と、自分でコツコツとかやかさを編み、それを大切にする彼とは、どうしても印象が一つにならない。どっちが正しいかといえば、おそらく両方とも正しいという他はないだろうが、 海の母親の言葉だけに、自分でかやかさを編む姿に彼の本心が現れていると思えた。それが本当の大三郎様なのだ、秋津はそっと心の中でつぶやいた。お母上もあの子は思いやりの深い、細かいところへよく気がつく性質だとおっしゃった。それを人に知られるのが嫌でわざわざ粗暴を真似ているのだ。そうもおっしゃった。 それが本当なのだ。心底はきっとお心の優しい方に違いない。秋津はそう思うのと一緒に、自分の心が強く大三郎の方へ引きつけられるのを感じた。それは胸に火でも灯ったような、全く新しい感情だった。はじめのうちは、お帰りなさるまでお母上に仕えよう。お帰りになったらすべてを申し上げて、許すというお言葉をいただいてこの矢を出よう。 固くそう思い決めていた、それが日数の経つうちに少しずつ変わってゆき、可否でも良いからこの家にいられたら、そう考えるようになり、やがては、もしかして吉村の嫁になれたら、などと思う自分に気づき、うろたえながら一人で赤くなることさえあった。長篠の合戦に勝った徳川家康は、この機会に武田氏の勢力を駆逐すべく、軍を巡らして二股城を攻め、 光明事情を抜き、7月には諏訪野原城を落とし入れ、さらに高天神へと歩行を向けた。元気3年12月、三方ヶ原の一戦に敗れて以来、隠任に隠任を重ねてきた戦力が、今こそ両元の火と燃え上がったのだ。諏訪野原が落ちたのは8月23日で、その知らせが浜松へ着くと間もなく、 戦場から戻った二だが、兵たちの温心を留守城の家族にもたらした。吉村へも大三郎から手紙が届いた、より女は嬉しさを包み切れぬ様子で、風のまましばらくは打ち返し眺めていた。そしていよいよ風を切ると、あなたもそこにいらっしゃい、と言い、秋津をそばに座らせて文を読み始めた。おそらく戦場のありさまでも書いてあるのだろう、より女は行くたびも。 まあ、まあ、と声を上げながら黙読していったが、終わりの方になってふとくすくす含み笑いを漏らした。あの子らしいこと、より女はそう言って、読み終わった文の末の方を秋津に示した。ここのところを読んでごらんなさい、相変わらず強がりを言っていますから。六、秋津とやら申す娘のこと、先頃のお文にて拝見、私には覚えござなく。 いきなりそういう文字が目に入って、秋津は心臓が止まるかと思うほど息苦しく、くらくらとめまいさえ感じたが、懸命に自分を支えつつ読み続けた。覚えござなく、何者がさように申しるめ騒動屋と、不審に存じそろ、去りながら母上のお手助けにもなり、気立てもよしとの仰せなれば、よくよくご注意の上おそばに置かれ騒動手も死災これあるマジック。 私帰国の上得と銀につかまつるべくソロ、最も右はそのものには固くご内密に。きつはそこまで読むのが精一杯だった。後の文字はもう見えなくなり、膝の手に体を支えているのがやっとの思いだった。決まりの悪いのをわざと強がっているのがよく出ているでしょう。より女は手紙を巻きながらそう言った。素直に知っていると言えないのですね。 その癖側におけと書いたり、知らないということはあなたに内緒だなどと虫の良いことを言って、これで本心がよくわかるではないの、私には喜んでいるアレの顔が見えるようですよ。その時、秋津はどんなに自分と戦ったことだろう、大三郎の文ははっきりとかの女の罪を指摘している。もう耐えられない、みんな申し上げてしまおう。 そう思って口まで言葉が出た、さあと心を決めて見上げさえしたが、より女の信じきっている気持ちと、秋津を嫁と呼ぶことのいかにも嬉しげな日頃を考え、それは無残だ、という気がしてしたがこわばり、喉まで突き上げてくる言葉がどうしても口に出せなかった。言ってしまいたい。そうすればこの苦しみから逃れられる。でもそうしたらお母上はどうなさるだろう。 あんなに喜んでいらっしゃるお母上はどう遊ばすか。言ってはならない、やっぱり大三郎様のお帰りまで、こうしてお仕え申すのが本当だ、それが唯一つの申し訳なのだ。そう心を決め、辛くも自分を抑えることができた秋津は、それまでとは際立って働き始めた。畑へ少しものを作ってみたいのですけれどいけませんでしょうか。 あれは自分の畑を人に触られるのが嫌いで、私にも手をつけさせないのですよ。今度出陣するときにも植えてあった菜や人参をみんな抜いてご近所へ配って行きました。帰るまで誰も手をつけないように、くどいほどそう申しましてね。でもそれではお畑が荒れてしまいましょう。どんなに荒れても自分が帰って手をつければすぐ元通りになる。あれはそのように申しますの。 土というものは耕すものの心を映す。自分はものを作るというより、その土に映る自分の心を見るのが目的だ。よくそんなことを申しますよ。秋津は聞いていて頭が下がった。また一つ大三郎の新しい面を知らされた、そういうつつましい気持ち、土からさえ教えられようとする謙虚な心構え。これが本当のあの方だ。世評は上辺だけしか見ていない。 ここにあの方の本当のお姿があるのだ、秋津は感動しながらそう思った。そのお心にあやかりたいと存じますけれど、と秋津は面を上げていった。でもやはり、いけませんでしょうか。そうですね、あなたなら別だから、より女は太めで笑った。そう、あなたは別なのだから、思い切ってやってごらんなさるか。私一生懸命にいたしますわ。 物を作るなどと思わずに。そして自分の心を土に移してみたい。もしそれがあの方のお心にかなうようだったら、幾分でもお詫びの足しになるかもしれないから。こうして秋津は二段の畑へくを入れたのである。巨神でなければいけない。うまく作ろうとか、お気に入ろうなどと考えてはいけない。心を込めて自分の心の昇進を打ち込んでやらなければ。 三度の食事ごしらえも、すすぎ物も縫い針りも、決して吉村の母の手は借りなかったし。いいから、と言われるのを押して、毎夜より女の肩腰をもんだ。その他、定まり日には女は小屋へも仕事に出る、そういう忙しい時のひまひまに畑に立つのだが、黒黒とすき返した土を見ると身が引ききんった。大三郎様の心のこもっている土だ。 それがひしと胸へ来てどんなに疲れている時でも体がシャンとなる、そして現れたようなすがすがしい気持ちで静かにクワを取るのだった。体操日にお正気なすったこと、ある日より女はつくづく秋つを見てそう言った。いいことがあります。ちょっとお待ちなさい。七、小走りに奥へ行ったより女はすぐにあのかやかさを持って戻った。秋の日は肌を痛めると言います。 今日から畑へはこれをかぶっていらっしゃい。いいえ、秋津はさっと色を変えた。いいえ、それは、それはいけません。私、それだけは。どうしてです。あの子の畑を作るのですもの、あの子の傘をかぶってもよいでしょう。でも、それだけは、いいえ、お傘はおつむりへ乗るものですから、お許しもなしにいただくわけには参りません。それに私、日に当たることは慣れておりますもの。 お傘はかえって邪魔でございますわ。そしてまるで逃げるように家を出てしまった。畑の土を踏むのでさえ心のどこかが痛む、大切にしている手作りの傘がどうして借りられよう。それにあの傘は大三郎様が幾たびかおかむりなすっている。そう思うとその人に触れるような恥ずかしさも加わって、空きつはぎゅっと身のすくむ感じさえした。今度強いられたらなんと答えよう。 そう暗示ていたが、吉村の母はそれきり傘のことには触れなかった。そして9月も中旬に近いある日の、もう暮れ方のことであった。上比でお縄小屋へ出ていた秋津が、仕事を終わって帰ってくると、家の中からふっとかの煙が匂ってくる、ご先祖の日ででもあるのかしら、そう思いながら。ただいま戻りました、と言ってクリア口へ回った。 するとそこにより女が待っていて。ご苦労様、お疲れでしょう、と少し震える声で言った、それは寒気を感じている人のような声だった。お話がありますから、そのまますぐ来てください。用事は後になすって。はい、秋津はきっとした。はい、ただいますぐに参ります。あのことが知れたのだ、秋津はそう直覚した。ご様子が常ではない、きっとそうだ。 それに違いないと思うと頭がカットして、しばらくは物がはっきりと見えなくなった。もっとこちらへお寄りなさい。入って行くとより女はそう言って自分の膝の前を指し示した。秋津さん、大三郎が帰ってきましたよ。いきなりだったので、秋津はこくりと喉を鳴らした。より女は静かに目を上げて仏壇を見合った。そこには灯苗が瞬き、蚊の煙が揺れている。 より女の目を追ってその仏壇を見上げたとき、秋津は我知らず、ああと叫んだ。そうです。より女はその叫びに応えるように半づいた。大三郎はお仏壇へ帰ってきたのです。昼過ぎに知らせがありました。諏訪野原の合戦で討ち死にをしたのだそうです。母上様、秋津はむせぶように叫んだ。母上様、お泣きではないでしょうね。 より女発と手を伸ばしてアキツの肩を押さえた。大三郎は侍の道を全うしたのです。さぞ本望なことでしょう。あなたが大三郎の妻なら泣くはずはありませんね。さあ、言って顔を上げてください。あれもさぞ待っていたことでしょうから。アキツはよろめく足を踏みしめながら立った、涙を押し拭い、絵紋を買い繕って、気を沈めるようにややしばらく名目してから、 そっと仏壇に歩み寄った。吉村大三郎と俗名だけ書いた、まあ、新しい位牌が、灯明の光の中にじっとこちらを向いている。秋津は震える手で顔を上げ、静かに合唱しながらその位牌を見守った。お帰り遊ばしませ。秋津はその人に向かっている気持ちで、口の内にそう呟いた。そして大三郎がすでにこの世の人でなく、 魂になって帰ったからには、告白するまでもなく自分の過ちは見通しているはずだ。そしてその過ちを犯した自分の気持ちも、おそらく許してもらえるだろうと思った。そう信じてもよろしいでしょうか。私きっと、あなたの妻として恥ずかしくないものになります。母上様にもできる限りお尽くし申します。ですからどうぞそう信じさせてくださいまし。 どうぞ、秋津を吉村屋の嫁と呼ばせてくださいまし、お願いでございます。許してやろう。そういう声が聞こえるかと思うほど、秋津には堅い信念が湧いてきた。これで謝りはない、と思った。もうこれからはより女を欺くことにはならない。魂となった大三郎様が見ていてくださるのだから、自分は今から本当にこの家の嫁になったのだ。 心を込めて合唱記念した後、仏壇の前を離れた秋津は、そのまま静かに何度の方へ去ったが、間もなくあのかやかさを持って戻ってきた。そして、今は心から姑と呼べる気持ちでより女の前に座った。今そんな傘などを出して、より女はいぶかしそうに目を見張った。あなたどうなさるおつもりなの、秋津さん。おねだり申しましたの。 アキツは傘の表をそっと撫でながら言った。私にいただかしてくださいましって。旦那様はやろうとおっしゃいました。まあ、アキツさん。これから畑へまいるときは私これをかぶらせていただきます。そうしたらいつもおそばにいるようでございましょうから。お泣きではないと言い,い、自分でも泣かなかったより女は、そのとき溢れてくる涙を抑えることができなかった。 我が子の死には泣かなかったけれど、秋津の愛しさには耐えかねたのだった。ええ、きっとそうだと存じます。秋津はなお独り言のようにこう言った。この傘はお手作りで、旦那様のお心がこもっているのですもの、そうではございませんでしょうか、母上様。より女は半づいた、両手で目を覆いながら半づいた。秋津はいつまでも懐かしげに傘を買い撫でていた。 底本。山本周五郎全集第二巻日本不動機。柳橋物語。新潮社。1981。昭和56。年9月15日発行。1981。昭和56。年10月25日水り。書出。菊屋敷。三宝文庫。大日本郵便会講談社。1945。 昭和20年10月。定本は、ものを数える際や地名などに用いる。が、区展番号5-86を大ぶりに作っています。表題は定本では、告げ傘となっています。初出時の表題は、夫の傘です。入力、特定非営利活動法人春風。厚生、坂井和夫。 2019年9月27日作成。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、https://www.auzera.gr.jp スラッシュで作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。